はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。波式団電磁気役部アニメ若く研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はこちら。じゃじゃん。はい、冴えない彼女の育て方、恋するメトロノーム、イエーイ。なんかね、今日、恋メトがトレンド入りしていたそうで、とりあえずこの歌にしました。まあ、トレンド入り、ツイッターをね、トレンド入りしていたそうでっていうのは、なんでお前わかんねえんだよ、ツイッターやってないって言われるかもしれませんけど、私日本のトレンドなんか一時期なんか変なハッシュタグ流行ったじゃないですか。あれ見んのが嫌で、今私のトレンド設定、アメリカ領バージン諸島のトレンドになってるんですね。どこだよっていう。今、なので、ほとんどトレンド上がらなくて、今トレンド1位トランプですね。はい。まあ今回ね、本日、こいつ、冴えない彼女の育て方の劇場版フィーネの、なんか、特典についたのかな？ネット配信が、トークがあったそうですね。もう、なんか配信ばっかりで、それはそれで世の中追いつけねえなっていう感じになってきましたけれど、その中でね、かやの愛の、まあ、ツイッターをね、見ている限りだと、かやの愛さんがこの恋メトについて、語ったそうですね。いやー、ぜひアニメ化してほしい。はい。私は歌派先輩派なので。はい、ぜひぜひね、冴えない彼女を育て方、恋するメトロノームのね、アニメ化をね、期待しております。っていうか、やれ。アニプレやれ。はい、で、まあ一応ね、どんな、話かっていうと、まあ恋するメトロノーム、まあ歌川先輩がね、書かれていた、まあ作品の、お話なんです。まあタイトルを、そのまま使われてるんですけれども、まあ原作はマルト先生で、ムシャサブ先生が、漫画を書かれていますと、いう作品になっております。で、まあわかりやすい通り、歌葉先輩ルートのお話です。ただ、この話はね、まあゲームにあるように、こう、いろんなね、なんだろう。加藤とかね、加藤めぐみとかね、他の、全キャラの名前がすぐ出てこないや。金髪ツインテールとかね、妹、幼なじみ妹とかね、ライバルの男とかね、は出てこないんですよ。一瞬モノローグで、エリリが出てくるぐらいで、他って一切出てこないんですよ。で、しかも、リンリ君が、そのゲームを作らない人生ルートのお話になってるんですね。で、その中で、編集者のバイトとして、歌葉先輩についていく。で、歌葉先輩に付き添っていって、編集者として二人で、ストーリーを、物語を、クリエイターとして進んでいくというお話です。もちろん、クリエイターは歌葉先輩でね、リンリ君は編集者という形なんですけど、その二人が二人三脚で一つの物語を、ユーザーに届けていくというお話になっていきます。で、まあ、その中でリンリ君も成長して、歌葉先輩も成長していく。で、なんだろう。うん、やっぱりこの作品の終わり方も良かったんですよね、すごく。すごくすごく今の、私たちが今生きている現在のそのラブコメとかの終わり方ってこれでいいんだっけって、こうやっていった方が作者も、実は読者も、キャラクターたちもみんな幸せなんじゃないかっていう、その作者も読者も、キャラクターも幸せな道を探っていくというね、ラブコメになっております。全部でね、でもネタバレ言わないように喋るのって難しいね、本当に。全部で10巻。なのでね。まあ、6000円 ?7000 円あれば、買えるので、持ってない人は今すぐ買え。きついけどな。楽しいお話になっております。すごくすごく、もちろんね、リンリ君が編集者になったとしても、その、恋するメトロノームじゃない。冴えない彼女の育て方の中にある、クリエイターとして、何を作っていくかっていう、その本筋とかいうところは全然ブレてない、いい作品になっております。ひたすら可愛いね。とにかく可愛い歌葉先輩をね、見れるので、まあ、歌葉先輩ファンだけじゃなく、最下のファンの人にも、ぜひ見ていただきたい、一作品の漫画になっておりますのでね、ぜひぜひ読んでみてはいかがでしょうか。特にね、今回トレンドに入ったんだから、みんな読もう、これを機に。読んでない人、これを読もう。はい。もう私は全力でこれがね、アニメ化されることを待っております。
はい、ということでね、このチャンネルは二次元の面白さを語り、知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組の宣伝用 YouTube チャンネルになっています。久々に言ったな、これ。まあね、お前頑張っとるやと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。